こんばんばはスピリチュアル研究家の楓ですツインレイ女性はツインレイ男性と出会ってから心も体もスピリチュアル面もどんどん変わっていきますその変化は時にツインレイ女性の人生を一変させることもこの動画ではそんなツインレイ女性に起こるさまざまな変化をご紹介していきます 一女性らしく魅力的になるツインレイ女性がツインレイ男性と出会った時の変化としては女性らしく魅力的になるというものがあります見た目も綺麗になりオーラのようなものも出てくるようになるでしょう男性からもモテるようになるものですこれはツインレイ男性と出会うことで 魂が磨かれていくことが起こる変化です。魂のレベルが上がっていくため、それに伴って見た目も変化していきます。また、一番大好きな人から誰よりも愛してもらえているという事実が、女性としての自信を持たせてくれます。それにより、女性としてどんどん魅力的になっていくのです。にポジティブになる。 ポジティブになるというのも、ツインレイ女性がツインレイ男性と出会った後に起こる変化です。前向きに物事を考えるようになり、明るくなることができます。何か嫌なことがあったり、問題が起きたりしても、その前向きな気持ちで乗り越えられるようになっていくでしょう。それにより、 周囲の人からも愛されるような存在となっていくため、対人運も上がっていきます。三色気が増す。心と体が美しくなっていくにつれて、ツインレイ女性は少しずつ色気をまとい始めます。ツインレイ女性の色気とは、男性だけを引き寄せる性的な雰囲気ではなく、 同性からも憧れられる人としてのオーラのこと。ツインレイ女性が色気をまとい始めたら、魂がよく磨かれている証です。四、スピリチュアルな感覚が強くなる。スピリチュアルな感覚が強くなるというのも、ツインレイ女性に起こる変化です。不思議な力の存在を身近に感じるようになったり、 直感が鋭くなったりするようになります。ツインレイ男性と出会うことで、魂の結びつきが強くなるため、それにより不思議な力の感覚も強くなります。これまで感に頼ることはなかったという人でも、直感に頼ることが増えてくるでしょう。また、さまざまなひらめきや人にないアイデアを思いつくこともあるため、 仕事にも良い影響が出ます。ご男性性が増して男前になるツインレイ女性の中には男性性が増して男らしくなっていく人もいます。魂を分け合いたツインレイは男性側と女性側の性質を半分ずつ持っています。そのため肉体や性自認は女性でも リーダー気質があったり男勝りだったりと男性性の強いツインレイ女性も少なくありませんツインレイ男性との絆を深めるほど女性性の裏にあった男性性が目覚め男前になっていくのです六太の男性にモテ始めるツインレイ男性の影響で女性としての魅力が増すほど 他の男性からモテ始めることもあります。外見や内面が磨かれれば、ツインレイ女性を好きになる男性も自然と増えていきます。その男性に対してツインレイ男性が嫉妬したり束縛し始めることが、サイレント期間という試練のきっかけにもなり得ます。7性欲が強くなる。性欲が強くなるというのも、 ツインレイ女性に起きる変化です。ツインレイ同士が出会うと性エネルギーの交流が激しく行われます。それにより男女共に性欲が強くなるのです。女性の中にはそれほど性に積極的ではなかったり、気持ちいいと思ったことがなかったりするという人も多いでしょう。 しかし、性エネルギーの交流が行われている時のツインレイとの行為は、今までの行為とは別次元です。今まで感じたことがない快楽を感じるという人も多いですし、初めて絶頂に達したという人もいるものです。そのため、出会ってからはお互いの体を貪るように求め合います。ただし、 性エネルギーの交流は出会ったばかりの時期に激しく行われ、次第に落ち着いていきます。性欲が異常なほど強くなるのもその時期だけですので、ずっとそのような状態になるわけではありません。ここからはツインレイ女性の心身やスピリチュアリティが変化する主なタイミングについてです。 変化の度合いが大きいこの時期の出来事を知っておくことで変化から逃げず受け入れられるようになります。それぞれのタイミングで起こる変化について詳しく見ていきましょう。ツインレイ男性に出会った後ツインレイ女性のすべてが一変するタイミングがツインレイ男性に出会った直後まさに 運命の出会いにふさわしく、ツインレイ男性に出会ったツインレイ女性は、自分がわからなくなるほどの激しい変化にさらされます。出会った直後の心身の変化、ツインレイ男性に出会った衝撃で何も手につかなくなる。これまで出会った誰よりも、この人に尽くしたいと心から思える。 病気でもうつでもないのに体調不良でまともに生活できなくなる。前世で再会を約束したツインレイ男性に出会えた衝撃は、まさに想像を絶します。人生観を覆されたり生きる意味を考えさせられるほど、ツインレイとの出会いは大きな変化をもたらしてくれます。ツインレイ女性の覚醒後の変化。 ツインレイ女性は覚醒後にも様々な変化を体感することになります。ツインレイにおける覚醒とは、魂のレベルが急激に上昇していくことです。サイレント期間の最中に訪れることが多く、この期間に考え方がかなり変わるようになります。それまでは嫉妬心が強く、 ツインレイ男性に依存してきたツインレイ女性ですが、覚醒することで嫉妬心や依存心を捨てられるようになります。彼に精神的に依存するのではなく、自立できるようになるのです。そして真実の愛にも目覚めていきます。今までは自分の欲求を相手にぶつけるだけの、エゴを含む愛情だったのですが、 本当に相手のことを思えるようになるのです。自分は不幸でも、相手が幸福であればそれでいいと思えるのが、真実の愛です。そのような愛を持てるようになっていき、覚醒後は本当の意味でツインレイ男性と結ばれるようになるのです。 ツインレイ女性がツインレイ男性と出会った後の変化について解説してきましたが、その変化は必ずしも良いことばかりではありません。しかしその変化は魂が磨かれ、統合するために必要な試練です。そのため、マイナスなことにも思えますが、長い目で見れば大きな前進となります。それが起きることで、 あなたは人間的にも大きく成長できもっとツインレイ男性と深く結ばれることになりますそのため変化を怖がらず受け入れてください以上いかがでしたでしょうか皆様のご意見ご感想どしどしお待ちしてますねチャンネル登録もよろしくお願いいたします